はいどうも、大河ドラマファンの桑田正巳です。本日は晴天をつけのキャスティングがふざけてるというお話をさせていただきます。ふざけてると言ってしまうと語弊があるかもしれないので説明させていただきますと、このふざけてるというのは粋なお遊び心ですねというお話なんですね。昨日も西郷隆盛さん役で博多大吉さんが登場していましたが、めちゃめちゃハマってましたね。特に喋りが自然でしたね。 おそらく鹿児島の方が聞けば違いが分かるんだろうと思うんですけども僕らレベルでは全く分からないくらい薩摩弁が上手かったですね。大吉さんは福岡育ちなんですが鹿児島弁が話せるんだろうということでキャスティングされたと思うんですよねまた西郷さんの本名は吉之助でその役を大吉さんがやるというのは何か吉つながりがあるんじゃないかなと思っちゃうぐらいなんですよねまあ考えすぎでしょうけどね で、よくよく考えたら、ここに至るまでにもすでにキャスティングで遊んでいったんじゃないかなというところがあったので、僕なりに気づいたところを今日は3つ発表させていただきたいと思います。まず、青天をつけは言わずと知れた渋沢栄一さんのお話なんですが、渋沢さんって誰かに似てませんかそうですね。平泉聖さんですよね。これはかなりのクオリティですよね。で、この平泉さんがドラマ中で誰を演じてるかというと、はい。 渋沢栄一さんのおじさんの渋沢宗介さんなんですね。これがかなり遊んでますよね。平泉さんが出てくるたびに正直目がそっちばっかりに行って仕方なかったです。はい。そして次にふざけてるなと思ったのはこの方のキャスティングですね。はい。竹中直人さんですね。もうこの方出たらもう秀吉のイメージが強すぎて、歴史ドラマで他の役やめてよって思うくらいなんですけど、この竹中さんが誰役を演じていたかというと、はい、こちら。 成りきです。これもかなり遊んでますよね。向きを変えて並べてみましょうか。はい、ドン。ここまで似てたらキャスティングしないわけにはいかなかったんでしょうね。<laughs> 秀吉役は竹中さんの積み重ねの演技で定着したキャラクターなのに対し、成りきに関しては天性の素材ですからね。ピッチャーで言うとアウトローみたいな。ここにきっちり投げ切れさえすればストライク。 このドラマに関してはキャスティングさえしてしまえば絶対ドハマりするだろうといった必勝方程式は成り立ってたんじゃないでしょうか。はい。そして続いて3つ目は、筒見晋さんと和久恵美さんのキャスティングです。これはかなり僕の個人的な高校時代の記憶の影響が大きいんですけど、このお二人は1996年の月9ドラマ、ピュアで主役共演されてたんですね。このお二人は今回大河あるもの 親密な役割でキャスティングされるのではないかと思いきや、堤さんは渋沢さんの恩人、一橋慶喜の家臣、平岡円志郎役で、恵美さんは渋沢栄一さんのお母さん役で同じシーンに登場することはない関係としてキャスティングされていました。それでも僕の10代の頃を思い出させてくれるようなこのベストバッテリーをキャスティングされたというのは、おそらく偶然だとは思うんですけども、面白いなと思いました。ちなみに、 須美さんは庫県西宮育ちなのに、江戸っ子っぽい喋りがすっごく自然で、さすがって感じでしたね。はい。そして、今後もおそらくこのようなキャスティング遊びが出てくると思うんですけども、というのも、過去を振り返ってみると、飛ぶがごとくの時の西郷さん役は西田敏行さんが演じておられましたが、3つ前の大河ドラマ、セゴドンではナレーション役で登場していましたよね。 チェスト、チバレーとかね昔の自分が今の自分にエールを送ってるような語り方をされてましたけどもでドラマ終盤になるとなんと西郷隆盛さんの息子役で登場するという同じドラマで二役をこなすという荒ざキャスティングがありましたねちなみに加賀武さんに関しては飛ぶがごとくでは大久保利道役でしたが瀬古堂の中では大久保利道をいじめていた側の島津成明役,役として再登場されておりましたこれは皮肉なキャスティングパターンですよね 同じドラマの中で一人二役するという事例は西田さんに限ったことではなく、前回の麒麟が来るでは西村正彦さんが明智光秀のおじ役、明智光康役だったんですけども、敵武将役でも一瞬登場してましたね。若干顔に傷つけただけの別人メイクしてましたけども。 こういったキャスティングのおふざけをしている流れを総合的に考慮した場合、今回の青天をつけの終盤で渋沢栄一さんの実業家として活躍する時期を描くと思うんですけども、その際の渋沢さん役は一体誰が演じるのか、ズバリ大胆予想してみました。その方はズバリこの方。イライズミセイさんが再登場するのではないでしょうか。結構あり得ると思うんですよね。似てる人キャスティング、同じ役者さん再登場の過去の事例からしてあり得ると思うんですよね。 皆さんどう思われでしょうか。一緒に予想トークを繰り広げたいなと思ってくれた方、よかったらコメント欄にご自身の予想や感想を書き込んで盛り上げてもらうと嬉しいです。それでは今後とも一緒に晴天の月を見守っていきましょう。最後までご視聴どうもありがとうございました。